やり込み無双オロチ最速タイムアタック。膨大な手間と時間をかけて行われたこのやり込みはすでに完成の域に達しており、これ以上のタイムは不可能だと思った読者も多いだろう。しかし一人の負けず嫌いからやり込みビデオが届いた。その内容はマリオが出した総合クリアタイム18分16秒を上回るというもの。当然ながらやり込み条件はマリオと同じくストーリーモード本編8章を使用。難易度は即死もありえる激難。馬での移動も当然禁止。そしてステージ中の途中セーブ禁止。さらになんとマリオが要所要所で使用していた炎章のスペシャル攻撃も禁止。それではやり込み開始。戦国編第1章慶州の戦いはこの3人で挑む。第1章のマリオのクリアタイムは2分53秒。スタート直後から真田幸村のスペシャル攻撃を移動に使用。この猛ダッシュが後に多大な影響を与えることになる。このステージの勝利条件は総大将総飛の撃破。そして総飛の出現条件としてマリオはこの3つを挙げた。しかし投稿者は何らかの条件を満たした場合に限りごく稀に官兵が罠にかかることなく甲冑が特定のセリフを喋ることを発見。投稿者の予測は敵武将を3人以下にした時点で官兵が東の砦に到着していないこと。ここで開始直後のスタートダッシュが物を言うのだ。反乱軍ごとに何を言うか。私が軍団に立つかの使い総飛を倒し第1章クリア。タイムは2分37秒。炎章の攻撃力アップを使用することなくマリオの記録を16秒更新。戦国編第2章本能寺の戦いはこの3人で挑む。第2章のマリオのクリアタイムは5分43秒。俺が行こう。本能寺が敵に。開始直後に商船の無双ゲージ消費半減を使用し三つ針で周囲の敵を一掃。このステージの勝利条件は織田信長が本能寺に到着後全敵武将の撃破。そのためまずは一刻も早く信長を本能寺に到着させることを第一に行動する投稿者。本能寺までのルート上の敵を倒していく。マリオはスピードクリアの要素としてこの3つを挙げたが特定条件を満たすことにより本能寺の消化を省略できることを発見。その条件とは前田利家が消化のために移動を始めるときに敵の増援部隊が現れる。この増援部隊の出現よりも先にマップ北部に現れる敵増援部隊の武将4人を撃破すること。利家の消化活動を省略することでかなりの時間が短縮できる。もう終わりかい。弱い。あとは残る敵武将を倒し第2章クリア。タイムは5分18秒。マリオの記録を25秒も更新。しかも投稿者はここから先商船の無双消費ゲージ半減までも封印してしまうのだ。戦国編第3章九州の戦いはこの3人で挑む。第3章のマリオのクリアタイムは3分20秒。無双ゲージを節約するために風魔小太郎のスライディング攻撃と真田幸村のスペシャル攻撃移動を巧みに切り替えながら進む投稿者。遠慮はいらぬぞ。このステージの勝利条件は4人の敵武将を撃破。マリオと同じく長角、奥に、小京、島左近の順番で倒していく。ここまではマリオと同じ進め方だがやはり投稿者は独自のルートを開拓していた。音もしますね。奥国を倒した後すぐに小京のいる場所へは向かわず島左近のいる砦へと向かい門を守る守備頭を倒してから小京のいるところへ向かう。
一度島左近のいる砦に行き勝共を倒してまた砦に向かうというのは一見無駄な動きに見えるが、こうすることで勝共を倒し島左近の砦に行った時に門の前で待つ時間をキャンセルできるのだ。島左近も難なく倒し第3章クリア。勝敗に意味俺が行こう。タイムは3分5秒、マリオの記録を15秒更新。戦国編第4章道館の戦いはこの3人で挑む。第4章のマリオのクリアタイムは2分7秒。このステージは敵と接触する危険性が高いので移動は風魔のスライディング攻撃を使用。このステージの勝利条件はトウタカの撃破と島左近の脱出。マリオ同様敵武将の全滅が島左近脱出への近道と考え全武将撃破を目指す。しかし炎章のスペシャル攻撃が使えないため大苦戦。カウンやトウタクのような強力な敵もいて時間短縮のポイントがないこのステージではなるべくマリオの記録に遅れないようにすることが一番重要。最後の武将を一気に撃破。メッセージやセリフの召喚を待って無事に第4章クリア。タイムは2分24秒、マリオの記録から17秒遅れ。戦国編第5章関東の戦いはこの3人で挑む。第5章のマリオのクリアタイムは1分2秒。このステージの勝利条件は総大将ダッキの撃破。ここでも無双ゲージの消費を抑えるために風魔小太郎と真田幸村を切り替えながら移動。ダッキを速攻撃破して第5章クリア。タイムは1分5秒、マリオから3秒遅れ。ここに来て自らの制約が重くのしかかってくる。戦国編第6章繁盛の戦いはこの3人で挑む。第6章のマリオのクリアタイムは40秒。このステージの勝利条件は総大将総飛の撃破。開始直後から総飛のもとへ一直線。うまく風魔と真田を切り替え敵と接触しないよう注意しながら移動。疲れたぜ。総大将総飛を速攻撃破して第6章クリア。タイムは51秒。ここでも総飛を一撃撃破できないことがタイムロスとなった。戦国編第7章五条原の戦いはこの3人で挑む。第7章のマリオのクリアタイムは45秒。このステージも総大将の撃破が勝利条件となる。風魔と真田を切り替えながら猛然とダッシュ、一気にダッキを目指す。あっという間にダッキを撃破して第7章クリア。タイムは53秒。やはりここでもわずかにタイムロス。ついに戦国編終章腰城の戦いはこの3人で挑む。終章のマリオのクリアタイムは1分51秒。このステージは移動距離が長いので無双ゲージギリギリまで使い真田で移動。このステージの勝利条件は魔王オロチの撃破。オロチを目指し猛然と突き進む。しかし三国志最強の呂布に手こずってしまい大きくタイムロスしてしまう。呂布でのタイムロスを挽回しようと一気にオロチに詰め寄り速攻撃破。ついに最終ステージクリア。タイムは1分55秒。呂布で手こずらなければと思うと惜しいタイムだ。気になる総合結果は総合タイム18分3秒、マリオ超え達成。